はい、タンタンです。今日はこちらですね。こういった感じのコアの木目の綺麗なアストリアスのウクレレご紹介したいと思います。こちらの方はですね、もちろんソロウクレレシリーズなんですけれども、 SC コアという名前になってまして、だいたい今コンサートのロングネックという感じになるかなと思います。ボディ自体はね、そんなに大きくないんですけども、スケールはきっちりテナーに近いスケールになってまして、でカッターウェイがついているこのソロウクレレシリーズの独特の形というのはそのままで、ボディ自体もやっぱりちょっと深めですかね、厚めな感じのボディっていうのも、特徴的かなと。そしてなんといってこのペグですね、スロットヘッドになってるのもそうなんですけれども、ペグが5等のステルスキーというこういうすごいちっちゃいやつですね。かなりペグ自体が軽くできてます。なんでスロットヘッドっていうのもあるんで、ヘッド側が非常に軽くなってるっていうのがすごく感じられるモデルかなと思います。音なんかもその辺の雰囲気っていうのはやっぱり出てるのかなと思いますね。ちょっとこの3弦を巻き弦にしているこのテナーのタイプの弦なんですけれども、非常に張りがある音で、すごく張りがあって綺麗な音の、歯切れもすごくいいですし、音もちろんこれだけのスケールがあるんで深みのある音っていうのも出るんですけれども、すごく歯切れのいい感じも出るという感じで、という感じでかなりいろんなスタイル、もちろんやっぱりソロのスタイルに向けてということはあると思います。そのスタイルだったら本当にこの歯切れのいい一音一音がクリアに出る音っていうのはすごく使いやすいと思いますし、そういったソロだけじゃなくて普通にコードを弾くにしてもすごく一音一音の分離がしっかりしているので綺麗な和音になるのかなと思います。こんな感じでこのサイズのね、アストリアスのウクレレ、通常これより一回り小さい、いわゆるソプラノロングネックに近いねタイプ、あちらの方が数出てるんですけれども、こちらも、生産量少ないながらも人気機種でして、ちょこちょこ入って、年に何本かっていうとこかなと思いますけれども、入ってきてはやっぱりお客様ね、探してる方結構いらっしゃるようで、お問い合わせをいただいております。なんで、こちらの方ですね、テナーを考えてた方にもおすすめできると思いますし、もちろんコンサートのロングネックでって考えてた人にはロンズバかなと思いますんで、ぜひこちらですね、アストリアスの、ソロウクレレシリーズの SC コアですね、コンサートのロングネックタイプ、こちら、ルックスもねなかなか良いと思いますので、見て気になった方ぜひお問い合わせ、ご来店の方お待ちしております。それではタンタンでした。